問来てた。足の裏に任天堂 DS のコンセント刺さった経験のお持ちのタックさん、こんばんは。こんばんは。殺され方で一番痛いの何ですか？結論全部。全国の特命さん、こんばんは。深夜の放送部コタクです。さあ今日なんですけど、今冒頭全部とは言いましたけど、まあ、あらがち間違いじゃないですよね。殺されるのに痛いも痛くないも正直ないような気がするんですけど、ただこの世には痛みを表すランキングっていうのが存在するんです。でまあそのランキングをもとに拷問なんか行われるんですけど、今日はですねこの冒頭の質問というのをちょっと軸に真剣に何が一番痛くなるんだろうと考えてみたものを動画にしました。拷問でいくとやっぱ神経が通ってるとこを集中的に攻撃するんで、爪の間に針を一本ずつ刺していくみたいなのあるじゃないですか。あれ本当悪趣味ですよね。やる方もやる方ですよね。僕刺さる前に絶対吐きますもんね。平気で言うと思います。じゃあちょっと話戻しまして、まず大前提として誰かに殺されるっていうのを経験すること、これほぼほぼありえません。もちろん 100% ではないんですけど、まあ、さらに言うともちろんギャングとかマフィアとか、まあ、いろんなヤクザであったりとか、そういったちょっと命の危険な環境にいればまたちょっと確率とか話は変わってくるんですけど、普通に生きてて一生のうちに誰かに殺害されてしまう確率、これはですね日本の殺人件数から見ると、まあ、日本ってのは世界的に見ても圧倒的に少ないと言われて、犯罪による死亡者数っていうのは年々しかも減少してます。2006年には1284人だったのが、2010年には996人になって1000人を切って、で2019年には950人といった感じで、ざっくりその間の年間約1000人と仮定した場合ですね、まあ、人口比で計算すると、犯罪による死亡者数割る日本人口ということで約 0.0008% となります。つまりほとんどないと言っても過言じゃないです。まあ、さらに平均年齢を80歳と仮定して、この年齢まで生きた場合ですね、まあ、出現率 0.0008% を80回行うので、年間で言うとこれもまた 0.06% ぐらいだと。ただ以前ですねエレベーターの事故で死亡する確率っていうのが約 0.0000015% だったんで、まあ、ここと比べるとかなり高いですよね。まあ、それでも低いです。特にアクション俳優の方ですごい武術の使い手、ウェーブの使い手、坂口拓さんいらっしゃるじゃないですか。あの方っていうのはなんか高そうに見えるんですけど意外と低いと思うっていうふうにこう文治さんが言ってました。はい、まずその殺人の種類、こういったものがあります。一つ目、隠蔽殺人。これはいわゆるバラバラ殺人のことで、破棄隠蔽型なんて呼ばれたりします。遺体をここに分けて隠せるとか、切断した箇所をベッドに廃棄処理することで身元の特定を遅らせようとしてる殺人なんかがこれに当たりますね。次が葛藤殺人なんですけど、これが怨恨とか泥沼不倫とか浮気であったりとか、まあ、憎しみとか嫉妬などの精神的葛藤が原因になる殺人のことでして、密接な人間関係の間で起こることが多いです。まあ、家族間の殺人が 50% で、こういったことも非常に多いと言われています。次に性欲殺人。これは性的欲求を満たすための殺人ですね。そのままですね、利欲殺人。これは金品のための殺人でして、まあ、典型例というのが強盗殺人なんですけど、誘拐殺人も含まれます。まあ、これはそもそもは殺人目的ではないということが特徴です。次に無抵抗。これはここまでの4つに当てはまらない殺人のことで、政治犯による犯罪などが挙げられますね。はい、とまあ他にもまだまだあるんですけど、ちょっとこの辺にしておきます。じゃあこの日本における殺人の動機ってもので一番多いのは何なのかっていう、これが警視庁の統計によるとですね、2011年度憤怒っていうね、まあ、怒りがですね 43.4% と最も多くて、次に怨恨の 15.8%、まあ、恨みですよ。次に動機不明、そして介護疲れっていうのが同率で 5.7% になったんですね。で、まあ、恨みと怒りって似たようでちょっと違うんですよ。絶対殺してやるっていうのと、その場でプッチーンってなってしまって殺害したとか、まあ、こういった違いですよ。まあ、これは動機なんですけど、ではその方法なんですけど、まあ、日本においては銃社会ではない、まあ、銃の所持が禁止っていうこともあって、盗撮と刺殺っていうのが7割を占めてるみたいですね。まあ、包丁とかですね、その後に撲殺とかになってくると思うんですけど、まあ、ちょっとこの中盤から残酷にはなっていくんですけど、じゃあ実際どの方法がどんな感じで痛いとされてるのか、この日本の発生率に置き換えて調べてきました。じゃあこの日本に住んでて、まあ、自分の身の回りで起きる確率があるもの、これ5つをと紹介します。まず1つ目、刺殺。はい、これはさっきも7割占めてると言ったんですけど、ナイフとか包丁とか刃物で刺された時ですよ、ね、これはね僕経験上ないんで感想は何とも言えないんですけど、熱いなんて言いますよね。ちょっと後半紹介します。まず一瞬にして刺されて抜かれたと、まあ、これで神経を刺激しないほどの速さで刺されると、実は痛みっていうのはそれほどないと言われています。まあ、昔刀とかで切られたら、自分が切られたっていうことにあまりにも早すぎて気づかないなんて言うじゃないですか。あれ実際あながち間違いじゃなくて、切られたって認識してその後裂かれた皮膚の痛みが徐々に徐々に伝わってくるということらしく、ただこれを刺された場所によってまた感じ方も違うと言われています。お腹とかで刺さって内臓に刺さった場合、これがまあ神経であればもちろん痛いです。次に心臓。もうこれは痛いどうのの前に心肺停止になるんで亡くなる可能性が高いです。さらには痛いと感じていても動くことが一切できない。その横の肺に刺さった場合、これは呼吸困難になり動けない。
吸しようとすると痛いと、さらには体が一切動かないそうです。次にその下、胃とか腸、これ実は肺や心臓よりも痛いと言われています。かなり神経が多いので、腹部を後ろとか前から刺されるとかなり痛いと言われています。はい、まあこれ結構ざっくりにはなるんですけど、過去掲示板でですね、これ刺されたと経験したことある人の体験談があって、まあこの方がですね、日本の男の方で、インドネシア人の浮気相手との浮気がですね、あのフィリピンの彼女にバレたらしくて、でこれでぶっ刺されたらしいんですけど、まず痛いっていうよりはとにかく熱いそうです。で普通に動くことはできたけど、もう動くと痛すぎるから安静にしていたと言います。どちらにせよ痛いです。はい、次に2つ目、高手殺。これは首を絞められた場合なんですけど、大人の両手の握力だと5秒から7秒ぐらいで失神状態になると言われています。この状態で気道を締め続けられれば死に至ります。なのでほぼ痛みというのは感じなく、苦しいとなって殺されるということになりますね。次に3つ目、銃殺。はい、これはあの実際の体験談に基づいて、海外の紛争で銃撃を受けた元兵士の方の体験談があって、この方はですね、ボスニア紛争の際ですね、右肩に機関銃の弾が当たったらしいんですけど、まず当たった時、最初はそれが弾丸であることさえ認識できなかったそうです。まるで例えると、肩を誰かがもう優しく、もうちょっと強くトンと叩いたような感じだったそうです、ね。まあ、ただこっちもこう集中してるんで、少しの痛みも感じなかったそうですね。でやっと安全な場所に着いた時、あの灼熱感が来たそうです。で徐々に腕を動かすことが全くできなくなったそうです、ね。まあ、これはアドレナリンとかもやっぱあると思うんですよ。脳内物質のね、エンドルフィンとか、ね、とただ意外にも、まあ、日本だとねあんまり経験することないと思うんですけど、あの対物ライフルってあるじゃないですか、あの戦車とか撃つようなライフル、ああいったもので撃たれない限りは体がのけぞったりとか、もう映画みたいにマシンガンでガーって撃たれてそのまま吹っ飛んで壁にぶつかっちゃうみたいな、そういったことはまずないそうです、ね。まあ、貫通せずに骨に当たったりするとちょっと衝撃がコンと走るぐらいらしいです。これ意外ですよね。次に4つ目、撲殺。はい、これは殴られて殺されかけたどんな感じだったかっていうのはもう見つからなかったんですけど、まあ、殴られた経験をした方ってなら分かると思うんですけど、まあ、その感覚を聞いたアンケートっていうのがあったんですけど、まず42歳男性、小学生の時喧嘩をして鼻血が出て顔にあざを負ったこの方の経験、軟球が100キロぐらいで直撃したみたいな感じだったと、はい。他にもですね、45歳女性、小学生の頃青あざが10日ほど残った時の傷、野球の硬球が当たる痛さだった。45歳男性、成人してから友人と喧嘩した、この方ですね、ドッジボールで顔面食らった時みたいとですね、なぜかボールの直球で例える回答が多かったんですけど、まあ、これね、なんかボールで例える意味ちょっとわかるんですよ。まあ、衝撃の速さというか、バンってくる一瞬の衝撃がボールに確かに似てます。っていうのもね、これ僕も殴られたことあるんですよ。これ僕の感想でいくと、その時はなんかパーンってよりもゴンなんですよ。ガツンなんですよね。ただその衝撃だけで、その時こう興奮してるんで痛みはほぼほぼないです。でも次の人がもう向こう1週間ぐらいがめちゃくちゃ痛い、2日目とか超痛い、さらに顔以外頭とかに衝撃を受けると、あの頭の中からキーンって音が耳に響きますね。なんかズイーンウィーンみたいな、あの歯医者のドリルみたいな、あの金属みたいなのがズイーンって一瞬響きます。これ似た回答でいくと、目から火花が飛び出る感じで一瞬何が起こったんだろうという感じになります。いきなり痛さはなかった、痛いというよりも熱いという感覚が急に来たという感じでした。あまりにも痛みが高すぎると熱いに変換されるっていうのはこれちょっと面白いです。あのよくアニメで頭バーンってぶつけて星が出てくるみたいな表現あるじゃないですか。これ結構的確なんです。バーンって衝撃が走るとこう目をつぶっちゃうじゃないですか。その時目つぶってるのに目の黒い部分がチカチカチカって光る時があるんですよ。最初にアニメで表現した人ってあれ天才ですよね。じゃあラストなんですけど、これ痛みランキングでももうダントストップに上がります。5つ目、焼殺でございます。もうこれが一番苦しいと言われています。具体的に体に火をつけた場合、低温でまず体が焼かれていくため、長時間熱いとか痛いの痛みを耐えなければなりません。まあ、仮に一命を取り留めたとしても大やけどというのを負いますよね。この時激しい痛みに襲われます。また意識を取り戻しても意識のあるまま激痛に耐えて治療をしないといけないということになります。このように生き延びても亡くなっても痛みというのはつきまとうんですね。プラス常に発熱、次には皮膚の移植手術とかやらないといけないことが非常に多いです。ひどい火傷の場合は皮膚の真皮っていう部分で炎症が続くことでケロイドっていう疾患になる可能性もあります。だからここまで痛みが伴うものなので、あの焼身自殺ってあるじゃないですか。あれを行う人の心理っていうのは、まあ、非常に何かに強い恨みを抱いてるとか、誰かにこう絶対ぶつけたいとか、そういった思いが強い場合に焼身自殺を行う傾向にあるというんですね。ちょっとこれ火に話を戻しまして、火事とかでは基本的に一酸化炭素とか二酸化炭素、有毒ガスで亡くなるってことが多くて、自分でね自分の命を絶つとき練炭自殺とかありますけど、酸欠の苦しみっていうのがあります。ちなみにさっき言った火災なんですけど、2018年での消防庁のデータでは一酸化炭素中毒とか窒息で亡くなった方は 30.9% と約 31% を火災の中で占めています。というのもね、これはもう無色無臭であるというところですごい気づきにくくて、でこの一酸化炭素中毒になるとまず頭痛とかめまいから始まって意識を徐々に失っていって、で濃度が高い場合だと約1分から3分の間で亡くなってしまいます。そして遺体となった場合、皮膚が焼かれて剥がれ、筋肉が見え、残った体の部分は赤く腫れ、さらにひどい場合は黒く焦げるなどのね、まあ、かなり悲惨な姿になります。やはりどれもまず苦しいものばかりで、まあ、プラス痛みと同時に恐怖っていうのも伴いますね。瞬間的な事故とかとはまた全然違ってきますね。この火に似たものでいくと溺死なんかもそう
そうですよね。でこういったものがですね、海外で痛みを測る数値 DOL ドル指数っていうのをもとにまとめられているもので、まあ、この人間が体験するかもしれない痛みランキングっていうものがあったんで、まあ、ちょっと低いものから高いものそれぞれ5つぐらい紹介して終わろうと思うんですけど、まず指数2から5、紙で指を切る、これだいぶ痛いなと思ってたんですけど、これ低いんですよ。そしてコンセントを踏む、俺の、いやいやこれ刺さるとなると一気に50オーバーすると僕は思いますけどね。次に足の小指をぶつける、これも低いです。猫に引っかかれる、舌を噛む、だから最低基準がこれぐらいですね。ドル指数57から70、これマックス指数近くです。陣痛、酸を飲む、感電30ボルト、車の直撃、時速80キロ、生きたまま焼け死ぬとです。このねちょっとびっくりしたのが、車直撃時速80キロ、これ僕車に引かれたことがないんで経験したことないんですけど、どっちが来るのかなと思うんですよ。80キロで車に引かれた衝撃で、まず意識を失って痛みを感じないのか、ダーってなって意識を失うのか、これちょっと経験したことある方いたらぜひコメントください。あとはそれに並ぶ陣痛ですよね。まあ鼻からスイカ出すぐらいとか例えられますけど、これ相当痛みの指数が高いってことが分かります。ここに並ぶんですからね。あと酸を飲むって、何をやったら酸を飲むことになるのと思いますけど、いやこれも想像しがたいですね。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。今日はこういった痛みについて紹介したんですけど、まあちょっと少し不安になる内容だったんですけど、やっぱり冒頭にもお話した通り、日本の殺人件数は世界と比べても非常に少ないです。ただやっぱ身近で行くと、殺されなくても平気で人をぶん殴るやつとかいるじゃないですか。こういうのって中には痛みを知らないっていうね、この痛みを知らないからこそ相手も平気で殴れたりすると思うんですよ。自分が殴られないと痛いっていうのがわからないってね、結構バカです。さらにはですね、こういった体の暴力が伴わないにしても言葉の暴力ってものもありますよね。このいじめとかって体にも心にも同時に傷を与えますし、しかもその傷っていうのは一生残ります。まあ、体の傷は治っても、この殴られた後の恐怖心とか、その後の体の震えとか、そういった心の傷の方がね長く残るんで、まあそのどっちが辛いかっていうとね比べるものではないと思うんですけど、まあ、心の傷の方がね僕個人的には辛いものなのかなと思いますね。だからこそやっぱ暴力って良くないよねって話なんですよ。これはすごい当たり前ですけど、この痛みには何があるかって細かくは言ったんですけど、そもそもこの痛みっていうのは自分の体に危険を知らせてくれる人間が持つ機能の一つなんですけど、まあ基本的にはねみんなが痛みを感じるわけで、だからこそ怒りに任せて平気で人をぶん殴るっていうのはそれ相応の罪に罰せられるわけなんですよね。怪我させたりするっていうのはね、本当にブレイキングダウンのオーディションに出る前にこの動画一回見てくださいということです。はい、というわけで今日は以上でございます。ぜひですね、皆さんの人生の中でこれ痛かったなっていう経験ありましたらコメント欄までお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。急なんですけど、僕昔バイク事故を起こして左足がえらいことになったことあるんですよ。で最初に搬送された病院で、ちょっとここじゃ無理だから大きいところに移送するって言われて悟ったんですよ。もう左足感覚ないし、これやばいことなっとんだろうなと。だから先生にちょっと涙声でね、僕の足ってもう動かないですかねって聞いたら、先生がちょっと食い気味で、いや全然余裕で治るよって言われました。いやマジ医者の無言怖いって。全国の特別さん、こんばんは。シアの放送ごたくです。ところで皆さん、手術って受けたことありますか？で受けたことある方ね、一度はこう思ったことあるんじゃないでしょうか。もし手術中に目が覚めたら、はい、誰しも考えたことがあるかと思うんですけど、今回実はですね、実際にそれを体験してしまった人っていうのがいるんですね。今回はその手術中に目が覚めてしまった人の話というのをまとめてきました。詳細です。2008年、カナダ人の44歳女性であるドナ・ペターさんは生理の時の痛みや出血がひどく、地元のとある病院に入院しました。そしてその原因を調べるためにペナーさんは腹腔鏡検査をすることになりました。この検査というのが、お腹に3つから4つほど穴を開けて、そこから内視鏡を入れてお腹の中を見てみるという検査だったんですね。なのでお腹に穴を開ける手術をするときに全身麻酔をしないといけないので、ペナーさんは全身麻酔をすることになったんですね。以前でも麻酔を受けたことのあったペナーさんは不安に思いながらも、当日はね落ち着いて手術の準備をしていました。全身麻酔も問題なく成功、ペナーさんは深い眠りにつきました。しばらくしてペナーさんは歯と気がつくんですね。モニターの音とかスタッフの立てる音を聞いて、あ、手術は終わったんだと思ったそうです。しかし次の瞬間、医師のメスという声が聞こえてしまったんですね。そう、手術は終わったのではなく、まさにこれから始まるところだったんですよ。凍りついたペナーさんでしたが、筋弛緩剤というものを投与されていた彼女は体が一切動かせず、もちろん声も出ません。パニックになりつつも、こんなことが起こるわけがないとしばらく様子を見ようとしました。しかし次の瞬間、医師が自分のお腹を切り始めたんですね。体は麻痺しているものの、意識も感覚も戻ってきてるんで、当然痛みも感じます。恐ろしさで目も開けられず痛みを感じているのに、泣いたり叫んだりすることもできないんですね。まさに生き地獄です。最初はどうにか起き上がろうとしたものの、誰かが自分の上に座っているような感覚で全く起き上がることができません。その間にも手術は進み、医師がお腹の中を調べながら自分の内臓を動かしている感覚というのも伝わってきます。ペナーさんは激しい痛みに耐えながら、わずかに動く片足とか舌を必死に動かして、どうにか意識があることを周りに伝えようとします。ただ伝わらないどころか、医師たちは予定よりも早く麻酔が切れ始めたと誤解して、つけていた人工呼吸器のチューブまで外されてしまったんですね。強い全身麻酔を使っている場合、術
中は麻痺状態になるんで、本当は呼吸器がないと自分で呼吸ができないんですよ。なので最初は人工呼吸器をつけて1分に7回だけ呼吸するように措置されていました。だいたいね8秒に1回しか呼吸ができないんで苦しすぎるんですよ。これはね麻酔が効いている前提で設定されたペースなんで、意識が戻ってきたペナーさんは肺が燃えるような苦しさを感じるんですね。しかも誤解した医師たちにその人工呼吸器を外されてしまい、ペナーさんはこの時死を覚悟します。息をしてくださいと叫ぶ看護師さんの声を聞きながら、彼女の意識というものは遠ざかっていたそうです。でペナーさんは後にこの時自分が幽体離脱をしたように感じたとも語っています。もはや痛みも恐怖も消えて、何が起こってもあなたは大丈夫だからというね神の声が聞こえたとも語っています。もはやですね、どうか私を死なせてください、もうこれ以上こんなこと続けられませんと思った瞬間ですね、一瞬で自分の体に意識が戻り、新たにつけられた人工蘇生器で呼吸ができるようになったそうですね。その時ですね、このペナーさんの異変に気づいた医師たちが麻痺を弱める薬のようなものが投与されて、ペナーさんはやっと話せるようになったんですね。ただ彼女は1時間半もの間手術の痛みと恐怖に耐え切ったんですね。ペナーさんは手術中の医師の言葉をいくつも覚えていて、診断結果も言い当ててみせました。その後ペナーさんの記憶の中には当時の苦痛の記憶がしっかりと残されていたんですね。その後医者たちからは、問題があったのは承知しています、ペナーさんと申し訳ございませんと涙ながらの謝罪も受けましたが、精神的な外傷が残り、手術から10年以上経った今も毎晩悪夢にうなされ続けて仕事も辞めざるを得なくなったそうですね。この時のダメージというのがあまりにも大きくて、彼女はセラピストを紹介されてリハビリを重ねて少しずつ立ち直っていきました。結局病院側とは裁判になって、今ではこの恐ろしい経験から何かいい結果が生まれるようにと、この経験を世の中に広めてる活動をしてるんですね。はい、まあ以上なんですけど、意識も痛みもあるまま手術をされるなんて考えただけでも恐ろしすぎますよね。そんなことあるわけがないと思ってる分ですね、下手な拷問よりはきつい体験になるかもしれませんね。思い出すのも辛いはずなんですけど、まあペラーさんは大学の研修医たちに、まあ当時の話を聞かせたりと、社会の役に立つようにと活動されているそうです。マジであの医師たちのメスっていう声のとこめちゃくちゃ怖いですよね。でまあこの体験談、まあかなり少ない確率なんですけど、たまにこの手術中なのに目が覚めてしまう人がいるみたいなんですよ。その確率とか今回目が覚めやすい人の特徴も見てみます。はい、まずですね、この全身麻酔中に意識がある状態のことを術中覚醒と言いまして、日本には1000人に1人、つまり約 0.1% の確率で起こると言われています。結構自分もなる確率ありますよね。これは何が起こってるのかと言いますと、麻酔薬の適切な量っていうのが患者さんによってかなり個人差があるからなんですね。投与する麻酔の量は脳波とか血圧、心拍数などを参考にして一人一人に合わせて変えていくんですね。なので外傷の緊急手術とか重い心臓病を持つ患者さんの手術だと、麻酔薬の適量を十分に投与できないってこともあるらしいんですね。それで効きが弱くて目が覚めてしまうってことがあるらしいです。あとは何らかの原因で麻酔薬の投与が中断してしまったという場合にも術中覚醒が起こる場合があると言われています。でこれが起こりやすい手術が、外傷に対する緊急手術、さっきも言いました心臓外科手術、そして帝王切開手術だと言われています。特に患者さんが肥満体型の場合はこの覚醒が起こりやすいと言われてるんですね。内容が会話が聞こえるだけの軽いものから、このペナーさんのように痛みをはっきりと感じるものもあるそうなんですよ。ただこの時に経験したものは、大体目が覚めたら忘れてしまう場合がほとんどなんですよ。このように、ね、はっきりと痛みを覚えてるって場合は特にこの覚醒の中でも珍しいパターンなんですね。ただもし覚えてしまっているとトラウマになりがちで、このペナーさんのように手術後によく眠れなかったりとか、悪夢を見たり、うつ状態になったりと、心的外傷後のストレス障害 PTSD の症状が出ることっていうのがあるんですね。まあ、だからといってね、まあ、記憶残ってないってことがほとんどなんですけど、手術中に目は覚ましたくないですよね。この5億年ボタンシステムに通ずるものがありますね。そこでね研究が進められていて、まあ、覚醒した時にどうしようかってなってて、そこで考えられたのが前腕分離法といって、助け求められるように患者さんの腕だけを動かせる状態にしとく方法っていうのがあるんですよ。これ結構賛否両論ある方法なんですけど、実用されるかどうかまだ分かってません。ただこの麻酔薬の配合方法が良くないんじゃないかと、もっと適切なものがあるんじゃないかというふうな意見もあって、まあ、今ね医学の進歩に期待されてるということなんですね。ただそもそもねこの目覚める確率がかなり低いんで、患者さん自体に目覚める可能性がありますと事前に伝えておかない方がいいのではという意見もあるんですよ。知らぬが仏ってやつですね。手術する前って同意書っていうの書かされますよね。あれって、まあ、重大な障害が残る可能性とか死亡してしまう可能性とか結構重たいこと書いてあって、読む前より手術が怖くなった人もいると思うんですけど、同意したくないけど同意しないと治らないって体って不便ですよね。とはいえですね、リスクを全部知っておきたいという人もいるし、万が一目が覚めたらそんな説明なかったとパニックになってしまう可能性だってあるんですね。この難しい問題として今も議論されてるようなんで、皆さんはどう考えるかコメント欄にぜひお願いします。はい、というわけで手術中に目が覚めた人の実体験を紹介しました。目が覚めてるだけでも相当トラウマになりそうですけど、本当ねこれめちゃくちゃ低い確率の話なんで、自己責任ではありますけど、治療に必要な方はねちゃんと手術した方がいいと僕は思いますね。体をね手
手術するっていうのは怖いのは当たり前だと思うんで、これがあるから手術するのはやめるとか言う方が病気がいつまでも治らないってこともあると思うんで、これは知っておくだけでもいいんじゃないかなと僕は思います。はい、ということで今日は以上です。ちなみにですね、この覚醒を描いたアウェイクっていう映画があるんですよ。この映画というのが主人公が覚醒してしまって阿鼻叫喚の苦しみを味わう中でさらに驚きの事実を耳にしてしまうという話でございます。脚本がですね、監督ジョビー・ハロルドの実体験に基づいたものなんで、かなりリアルな作品になっています。気になる方はぜひ U-NEXT などで見てみてください。皆さんもね、手術受けたことある方、まつわる実体験などあればぜひコメント欄に書いてください。今日は以上です。おやすみなさい。足がない、透けてる、そいつ死んでる、耳がない、動けない、怖いですよね、怖いですよね。申し遅れました。私稲荷の外が万事と申します。以後お見知りおきよ。さあ、本日は意外とやってなかった楽しみ、本でもってディズニーにまつわる怖い話をまとめてきました。冗談半分にゾクッとして帰ってください。叱らない、レギュラーはこれも大化け、怖いですよね。全国の特別さん、こんばんは。深夜の放送部ことタックです。さあ、本日なんですがリクエストありがとうございました。 DM の内容がですね、ディズニーに行ったことがないという方からでして、彼女に11月の誕生日にディズニーに行こうと誘われたので楽しさを教えてくださいというリクエストをいただきましたんで、リメンバーミーばっかり見てる僕なんですが今回まとめてきました。それがタイトルにもあります通り、これを見るとディズニーランドに1ミリだけ行くのを躊躇するという動画ですね。どこが魅力やねんという話なんですけど、順番待ちしてる間とかにも話してみてください。早速です。1つ目、ミッキーの指が4本しかない理由。はい、こちらちょっとまず勘違いされる方も多いと思いますんで先に言っておきますと、最近活動を再開したのはマッキーです。違いとしてはミッキーは夢を見せて、マッキーは夢の中にいました。話戻しますと、これ結構有名なやつでして、世界中で愛されるキャラクターミッキーマウスなんですけど、実は指がね4本しかないんですよね。最初5本だったのが4本に減らされたという話でして、どっかでなんかやらかしてけじめつけたのかなと思うんですけど、実はそうじゃなくて、1928年頃に誕生したミッキーなんですけど、この頃のミッキーの指の本数っていうのが人間と同じく5本だったんですよ。しかしやがてテレビ放送っていうのが始まると、当時映像技術っていうのが今ほど優れてなかったんで、動きの残像で指が6本に見えてしまうってことがあったんですね。これだとちょっと不気味だなということで、1本減らされて残像で5本になるように作られたみたいなんですね。結構その文明の発達を考えずにやっちゃったパターンなんですけど、でこれもちょっと噂なんですけど、我らが手塚治虫先生の代表作といえば鉄腕アトムですよね。ちょっとこのミッキーとは逆のことが起きたとのことでして、噂によりますと、鉄腕アトムの初期構想の段階ではミッキーと同じく4本にしようという風になってたんですけど、手塚先生がディズニー関係者からミッキーの指が4本なのはこういう理由だよというのを聞いて、その後アトムの指を5本に訂正したのではないかと言われてるんですね。これぶっちゃけ指の本数の話を聞いて、アトムの指の本数変えたというのはちょっとよく意味がわからないんで、正直ただの噂に過ぎないのかなと思うんですけど、ミッキーをはじめとした多くのディズニーキャラクターっていうのが指が4本なんですよ。その理由としては、元々この映像技術に間に合ってなかったっていう背景があるみたいですね。これへーって話ですよね。まあちょっと余談なんですけど、昔僕が働いてた職場を飛んだ H さんのお父さんの小指がなかったのは足を洗ったからだそうですね。ここでちょっと引っかかるのが、なんで足を洗うのに指を切るんだと思いますよ。あれ実は小指がなかったら握力っていうのがなくなって銃とか刀を持てなくなるからっていうのが由来だそうですね。次です。2つ目、ディズニーランド外国領土説。はい、これ今なかなか行きづらいでおなじみ、皆さんご存知の千葉県の浦安市にある東京ディズニーランド、千葉なのに東京でおなじみですけど、この場所が実は日本領土ではないんじゃないかっていう噂があるそうなんですね。いや戦争起きるぞ。っていうのもこのランドがですね、発祥の地アメリカの他にパリ、上海、香港、日本、この5カ国に存在してるんですよね。ただここで注目すべきなのが、アメリカにあるディズニーランド以外ではこれまで一度も犯罪が起きていないっていう話があるんですよ。もちろんこれはただの偶然という可能性もあるんですが、毎日あれだけの人数が来場するわけなんで、例えば万引きとかが起きてもおかしくはないんですね。しかし今まで一度たりともこのディズニーランドの敷地内では逮捕者が出てないんですよ。じゃあ一方本場アメリカのディズニーランドはどうなのか。実は逮捕者っていうのは毎年出てるんですよね。でこっから噂が広まってって、このディズニーランドっていう場所は治外法権または第2のアメリカ大使館に相当する場所なのではないかっていう都市伝説が生まれたんですよね。つまりこれ僕たちが気づいてないだけで、実はディズニーランド内で逮捕者は出てるけど、そのままアメリカに送還されて裁かれてるんじゃないかっていう話ですよね。どんな二度手間やねんって話ですけど、ちょ誰かアトム法律事務所さんに聞いてください。でまたこれ他の話で言うと、ディズニーランドは夢の国だから敷地内で万引きしても捕まらないっていう噂結構有名ですよね。ランドを出る時に夢の時間はここまでですよって言われて連れて行かれるなんて噂ですね。ただこれ本当なのかなと思ってヤフー担当先生に聞いてみたら、これ実際のところですね、仮にこのディズ
ズニーランドで万引きをしたらこそっと目立たないように警備員から事務所に誘導されるっていうのが書いてありました。ぶっちゃけこっちの方がリアルですよね。つかそもそも入場料払って万引きするってこれ結構な矛盾ですからね。万引きするやとディズニーランド行かない説ありますね。次です、3つ目、チカとクラブ33。はい、こちらも有名ですよね。ディズニーランド内には特別な人しか入れない場所があるっていう風な噂なんですけど、これ結構マニアの間では有名な話で、まずこのクラブ33っていう高級レストランはあるんですね。ゴルゴ30みたいですけど、でこのクラブの会員になるにはまず会員から紹介してもらう必要がある、オリエンタルランドの大株主になる必要がある、 JCB のブラックカードを持ってる必要があるといった条件があるそうでして、実はこのクラブの奥には地下へと降りるエレベーターがあって、そこを降りるとごくごく限られた VIP 会員しか入れないカジノ33という地下カジノが存在するという噂があるんですね。この噂の始まりとしては、ディズニーランドの運営には莫大な資金というのが必要になるんで、世界中の超 VIP 会員を招いてそこで資金集めをしてるんじゃないかということで、僕気づいたんですよ。よく見るとミッキーの色、ルーレットの黒と赤、そして足元は金の色。いや、すっごいこじつけ。またこの地下があると言われてる理由がですね、このディズニーランドっていくつもレストランとかお店っていうのが並んでるんですけど、その物資を搬入してるところっておそらく見たことある人いないと思うんですよね。じゃあこれどっから運んでるのかってなった時に、この施設内には巨大な地下通路があって、そこで物資を運んでるんじゃないかという噂があるんですね。いや、開園前と閉園後があるやろって話なんですけど、西原商会みたいなもんですよ。次です、4つ目、中に入った人の指名。はい、ここからちょっとダークな話になっていくんですけど、ディズニーのキャラクターの中で最も人気があるのミッキーマウスなんですけど、実はあれ中に人が入ってるってことがたまにあるらしくて、基本的にはないんですよ。それをちょっと演じたいっていう人も世の中にたくさんいるわけですよ。で、一説ではその競争率っていうのが東大医学部よりも高いのではないかと言われてるんです。僕の調べではこのミッキーの中に入るためにはですね、過去にキャラクターを演じた経験はもちろん、身長体重とかにも厳しい決まりがあって、この選考に関しても書類選考、そしてダンスなどの実演、面接とかいろんな角度から選定されるそうなんですよ。でも皆さん生活してて、自分ミッキーやってましたって人に会ったことありますか？僕は会ったことも聞いたこともないんですけど、それもそのはずだと。実はこれ採用になるとディズニー社からとある条件を課せられるそうです。それが死ぬまで自分がミッキーの中に入っていることは誰にも言わないということ。友人や恋人はもちろん、家族にでさえ絶対言ってはいけない決まりがあるということなんですね。もし誰かにこの秘密をバラしてしまった場合ですね、実際数億円に上る違約金のほか、業務妨害罪で訴えられてしまうんだそうですね。おそらくこれほど厳しくする理由としては、遊びに来た人の夢を壊したくないっていうウォルト氏の思いから来てるんだと思いますね。なので僕も何回も言いますけど、中は基本的にありません。ただですね、昔2008年ぐらいにディズニーシーでミッキーがショーの途中に水没するという事故が発生したんですよ。これ大事故なんですけど、ただその時もミッキーはずっとミッキーだったらしいです。意味深。しかしディズニーランド開園以降ですね、自分が中に入ってるとバラしてしまった人がこれまで3人だけいるっていう噂があるんですよ。噂によると、それぞれ高額な請求をされた後ですね、突然と行方をくらましたそうですね。もしかしたらマッキーと同じく夢の中に行ったのかもしれません。これどんな着ぐるみの仕事とかでもそうなのかもしれないですね。めっちゃ言いたくなるやろうけどね。次です、5つ目、ディズニー社の著作権取り締まりが鬼畜。はい、これまあ最近は緩くなったという話もありますけど、ディズニー自体が著作権侵害にめちゃくちゃ厳しいという話を聞いたことある方これ多いと思います。例えば YouTube とかでもモザイクでも出しちゃダメとかいう話もあったりとか、一つエピソードを紹介すると、1987年ぐらいですね、滋賀県の小学校で卒業制作として6年生がプールの底にミッキーマウスを描いたってことがあったんですけど、これが後日ディズニー社からクレームの連絡があったということで真っ黒に塗りつぶされたという事件があったそうですね。他にも例えば中学校の文化祭とかではアニメのキャラクターとかは描いてもいいけど、ミッキーだけは描いちゃいけませんとか言われたりしませんでした。これ昔結構あったみたいですね。じゃあなんでこんな厳しいのか、噂なんですけど、過去の苦い体験に理由があるということで、昔ウォルト氏がミッキーよりも前に生み出したキャラクターでオズワルドっていうのがいたんですけど、これディズニー社がオズワルドの著作権を保持してなかったんで、制作会社にキャラクターの権利を全て盗まれてしまったということがあったそうなんですよ。なのでこのウォルト氏はじめディズニー社はこうした過去の失敗から著作権の鬼と化したらしいんですね。さらにディズニー社はこの著作権を守るため国の法律すら変えたのではないかと言われています。例えばこのミッキーマウスが登場した当時ですね、権利っていうのが1984年には失効してしまうってことになっていたんですけど、その直前の76年にアメリカ政府が著作権法の大幅な見直しっていうのを行って、ミッキーの権利保持っていうのが2003年ぐらいまで伸びたんですよ。そして2003年前の1998年またも突然見直しが行われて、現在ミッキーの権利っていうのが2023年までディズニーが保持してる状態なんですよ。あと2年なんですよね。だからもしかしたらそろそろ著作権法の見直しが行われてまた伸びるかもしれないっていう話があるんですね。なので思ったんですけど、最近 YouTuber のミッキー
キーもやらかしたじゃないですか。もしかしたらこれも著作権の問題でああなった可能性ないか。これは信憑性ちょっと薄いんですけど、ミッキーマウスのキャラクターのこの権利収入っていうものだけでディズニー社は年間5000億円以上の収入を得てるそうでして、それだけね納める税金もかなりの額なんで、こうした事情によって政府もディズニー社の著作権を守ろうとしてるのではないかと言われてますね。次です、6つ目、ウォルトディズニー冷凍保存説。はい、出たミキタクスゼアン。こちら現在まで世界中の多くの方に夢と希望を与え続けるディズニーの生みの親、ウォルトディズニーさんなんですけど、1日にタバコを3箱ぐらい吸っていたっていうね、ファンタジーといえばファンキーな方なんですけど、1966年に肺がんで亡くなってるんですけど、実はその亡くなった時に冷凍保存されたのではないかという都市伝説があるんですね。彼の遺体が保存されてる冷凍カプセルというものがある場所として最も有力なのがアメリカカリフォルニアのディズニーランド、このカリブの海賊の地下だと言われています。っていうのも、この生前のウォルト氏は未来の世界に関してかなり興味を持っていて、死というものを極度に恐れていたとされてるんですね。またですね、このカリブの海賊というのが彼が手掛けた最後のアトラクションの一つでして、彼が亡くなってからおよそ3ヶ月後にオープンしたっていうこともあって、この3ヶ月の間にもしかしたら自分の冷凍保存施設も一緒に作っていたのではないかというふうに言われています。またこれ本当かわからないんですけど、このウォルト氏の葬儀っていうのが身内だけで行われていて、そこに彼の遺体はなかったという証言もあったり、ウォルトが亡くなった病院の霊安室に潜入したっていうこの犯罪者記者がいるんですけど、その時実際に冷凍カプセルっぽいものを目撃したっていう話もあったりするんですよね。ちょっとかなりぶっ飛んだ話ではあるんですけど、人間の冷凍保存というのがもし本当に可能だったとしたら、ウォルトさんだったらやりかねないのかもしれませんね。でこれもあって、あのネバーランドスーパースターマイケル・ジャクソン氏も冷凍保存されてるんじゃないかと言われてますね。結構噂になってる人多いですよね。次です、7つ目、ウォルト・ディズニー FBI のスパイ説。はい、なんやそれと思いますが、実はねこっちの方が少し信憑性高いんじゃないかっていう話があって、それがこのウォルト氏が FBI と密接な関係を持っていたのではないかという説でして、莫大な富と力を手に入れた彼はですね、強力なコネをいくつも持っていたと考えられてるんですけど、そのうちの一つがジョン・フーバーという FBI の初代長官だった人物ですね。この二人の関係について、世界で一番最初に指摘したマーチ・エリオットというライターがいるんですけど、この方の闇の王子ディズニーという本によりますと、エリオットがウォルト氏についてあれこれ調べてる中で、とある FBI のファイルを発見したといいます。そのファイルには、このウォルト氏がハリウッド業界内に潜む共産主義者を FBI に流す、いわゆる赤狩りを行っていたという事実が書かれてるんですよ。この赤狩りっていうのを簡単に説明すると、1940年代から50年代頃にかけて、当時上院議員だったマッカーシー氏、この方を主導とした共産主義者を社会的地位から排除するっていう動きのことなんですけど、特にハリウッドとかの娯楽産業では、監督とか俳優の中で今まで共産党に関わったことがある人を列挙してあるハリウッドブラックリストっていうものが作られるぐらい、この取り調べっていうのが厳しく行われたと言われてるんですね。話を戻して、ウォルト氏はこの赤狩りを積極的に行っていたのではないかというふうに言われてるんですよ。この理由としては、以前ウォルト氏のスタジオが労働組合によって壊滅的な打撃を受けたってことが原因で、実は彼は共産主義に対してすごい嫌悪感を抱いていたんじゃないかというふうに言われていて、もしかしたら熱烈な愛国主義者だったのかもしれませんという話ですね。まあこれはね、その本がどこまで信憑性があるかという話なんですけど、次ですやつ、ディズニーとフリーメイソン出ました。略してディズメイソン。これ最後ですね。このディズニーなんですが、フリーメイソンを匂わせる作品がちょこちょこあることはご存知でしょうか。その中で一番有名なもので言えばモンスターズインクですね。まず主人公の一人マイク、これが世界を見渡す目ね。そしてもう一人、青いケムクジャラのシャリ、これはどう見てもピラミッドだよね。そして極めつけは会社のロゴ、浮かび上がるメイソンの M、 その真ん中にはまた世界を見渡す目、作品内には666の数字。この作品のモンスターは子供の叫び声をエネルギーにしてる。これはフリーメイソンが労働や企業を源に富と名声を手に入れることを暗示してるって言われてるよね。ディズニー社はこのコロナパンデミックの到来を知っていて、モンスターズインクを通じて我々に忠告していたのかもしれません。信じるか信じないかはあなた次第です。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。結局悪用でしたということで、本日はディズニーにまつわる怖い話したんですけど、でちょっと余談で調べてみたら、ディズニーを出禁になった芸能人っていうのがあったんで、最後にそれ紹介しますね。こちらです。マツコデラックス、出川哲朗、トンネルズ石橋、畑陽子さんということで、これもねあくまで噂なんですけど、みんなそれぞれ違った
経緯で敵になったそうでして、例えば我らがトンネルズの石橋貴明さんは、ミッキーのラガリはどうせアスダクのおっさんがいるっつって、あとはミッキーに飛び蹴りしたとかで、出川さんはディズニーランドの収録中にどうしてもトイレが我慢できずやばいよっつって、トイレじゃないところで用を足してしまったことが原因だと言われています。まあいろんな噂があるんでね、気になることは調べてみてください。緊急事態宣言がもう少しで明けるんですかね。まあこれディズニーランド訪れる方も多くなると思いますが、くれぐれも羽目の外しすぎにはご注意ください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。おやすみなさい。はぁ、妹メイ、あの急なんですけど、僕ユニバに2回しか行ったことないんですよ。修学旅行と YouTuber の方とで、あのディズニーは修学旅行のたった1回でして、ほんで飛んで福岡市動植物園は40回ぐらい行ってるんですよ。うわ、またあいつおると思われそうで最近控えてるんですけど、このマップ全部頭に入っとるからね。ここで逃走中開催したら 100% 逃げ切れる自信があります。あのちなみに僕のおすすめは温室のサボテンです。全国の特命さん、こんばんは。深夜に放送部コタクです。消去覚悟全然消えない怖いですよね。本日は前回好評でしたディズニーにまつわる都市伝説動画からのリクエストで、ユニバにまつわる都市伝説の紹介だ。ゾッとして、ああ申し遅れました。私稲荷の外川万次と申します。いいごお見知りおきよ。早速紹介していきますよね。ユニバーサルスタジオジャパン、はい、まずこの場所の概要なんですけど、男性の中にはディズニーよりもユニバの方が好きだって方も多いみたいですね。こちらは2001年の3月頃にオープンした日本の大阪にあるテーマパークでして、世界に6つあるユニバーサルのテーマパークの一つですね。まあ、このコンセプトというのが、ハリウッド映画の世界を余すことなく体験できるテーマパークなんですけど、ユニバーサル映画って聞きますよね。あの巨匠スティーブン・スピルバーグ監督と、ユニバーサルクリエイティブがパークの総監督を務めていたっていう豆知識というか普通の知識がありますね。ちなみにこのオープンした初年度ですよ、来場者が1,102万9,000人で、当時世界で最も早く1000万人を達成した場所として記録されてたんですけど、ここを更新したっていう場所があるんですよ。それがディズニーシーです。はい、なのでこれもあって、そのユニバとディズニーの対立ネタとかがあるんですね。そのユニバのコスプレしてディズニー行くと消されるとかですね。最近10月の6日ですね、ユニバが株式会社ポケモンと連携を発表しまして、2022年の中に一つ目のコラボレーションプロジェクトを実行する予定だって発表したんですけど、ここにポケモンが入ったらこれはとんでもないことになるぞと言われてますね。楽しみですよね。はい、とまあざっくりと概要を紹介したんですが、ユニバもディズニー同様ですね、都市伝説だったりとか怖い噂ってのがたくさんありましたんで紹介していきたいと思います。一つ目、ユニバの地下。はい、これもちょっとジャブなんですけど、以前ねディズニーを紹介した時に地下通路が存在してるっていう噂を紹介したんですけど、実はこのユニバも地下が存在していて、なんとそこに本社もあると噂されたんですね。が実はですね、これ噂じゃなくて大マジでして、あのテレビとかでも特集されました。クルー専用のローソンとかレストランとかが実際に存在してるんですね。これはね、働いてる方なら行ったことある場所ですけど、すごい行ってみたいなと思いますね。ただやっぱ設計がすごい気になりますよね。あんだけ広い敷地に全部地下があるのかとか、そういうとこも気になりますしね。番組見れればいいんですけどね、見れないんでね。次です、二つ目、ジェットコースター停止。はい、これはあんまり根拠のない有名な怖い話なんですけど、ある日どっかのコースターアトラクションでトラブルが発生して、セーフティーが発動してコースターが停止したってことがあったそうなんですよ。実際にこれ過去にね、その停止したっていう事件はあるんですけど、まあそれかどうかは分かんないです。でその場所というのがトンネルの中だったらしくて、まあ、すごい真っ暗なんですよね。でこれが安全のために一旦トンネルの照明がバッてついたんですけど、そのトンネル内にびっしりとお札が貼られていたっていう話があるんですよ。怖いけど何のアトラクションこれ、いろんな遊園地で同じような怖い話ありますよね。あのちなみに僕小学生の時、福岡市動植物園の鳥エリアがあるんですけど、あのそこで迷子になってめちゃくちゃ泣いたことあります。次です、3つ目、モンスターライブロックンロールショー。こちらはですね、人気ライブパフォーマーのアトラクションでして、お化けが出てきていろんなパフォーマンスをするんですけど、ここによくですね、アンケートで出演していないはずのキャラクターを名指しで評価する回答みたいなのが寄せられることがあるらしくて、さらにクルーもですね、15人で出演予定だったんですけど、どうも踊っていたら18人ぐらいいた気がするみたいなことがあるらしいんですよ。まあ、そっから噂が広まって、あの会場の場所はもともと戦時中に防空壕があった場所っていう噂になってるみたいですね。まあ、だとしてもなんでステージに上がってんのっていう謎も出てくるんですけど。次です、4つ目、ニューヨークエリア。はい、こちらは1930年代のニューヨークの街並みが再現されてるエリアでして、華やかな5番街から庶民的なデランシーストリート、まあ、人気の少ない路地裏まで再現されてる人気エリアなんですけど、ここの裏路地のエリアっていうところあるんですけど、ここが夜になると人がめっきり減るっていう話があって、どうもこの場所ですね、すごい体調不良を訴えたりとか、建物から誰かに見られてる感じがするっていう話があるみたいなんですよ。別名ね、曰く付きエリアとも呼ばれてるみたいでして、それを踏まえてね、ちょっと公式サイトの紹介文見たんですけど、予測不可能な体験と感動に出会える本場のエンターテインメントを楽しんで、予測不可能なんですって、なんかあるよって話ですよ。はい、次5つ目、ラグーン湖。すごい、これちょっとゆっくり言ってみてほしいんですけど、サンフランシスコエリアの中央に大きな湖があるんですけど、そこの中をよーく見ると、そこに無数の手形があるっていう噂があるんですけど、これもね実は本当でして、ただ別にあの怖い意味が全くなくて、これまでこの場所
所で落ちて亡くなった方の手形だって言われてます。うわめちゃくちゃ怖い。あれ冗談です。ここの建設関係の方が記念につけたっていう手形だそうですね。僕覗いたことないんで見てみたいですね。次です、6つ目、隠れミッキー。はぁ、父妹。はい、これ一番有名な話なんですけど、ディズニーランドに隠れミッキーがあることってもう隠さなくても周知の事実なんですけど、なぜかこのユニバーサルスタジオジャパンにも存在するっていう都市伝説があるんですよ。それがあのジュラシックパークで2頭の恐竜が奪い合ってるシャツがあるんですけど、その名札がミッキーなんですよ。噂ではこのユニバで悪ふざけって言われてますね。相場取り合いになった時真ん中からちぎれますからね。次です、7つ目、閉園前の噂。はい、これはある年にユニバの閉園時間になると黒いマスクをつけた人から追いかけられたっていう話が出回ったことがあるんですよ。でこれが閉園前の黒マスクとして都市伝説化したんですけど、まあ今だったらねこうマスクしてても別に違和感ないですけど、どんどん派生してあれは幽霊じゃなくて北朝鮮の工作員だみたいな話までなったんですよ。でまあこれ一説では閉園になってもパークにいたゲストに対してクルーが声をかけに行ったところ、まあ、それにビビって逃げて噂になったみたいな話もありますね。これありえそうですよね。それに続いてなんですけど、8つ目、バックドラフト。はい、これ映画バックドラフトのアクションでして、火事現場の再現シーンとか圧巻なんですけど、このアトラクション本当に熱いっていう人がいるみたいなんですけど、まあ、それもそのはずで、ここで使われてる燃え上がってる炎というか全部本物なんですね。だいたい1100度ぐらいになるみたいです。ただこれまで一度も事故など起きていないみたいなんですけど、このアトラクションの最後のフィナーレの爆発の時に女性の悲鳴が聞こえるっていう声が多いんですよ。しかもだいたい閉園前に乗ると聞こえるっていう意見が多いらしくて、まあ、さっきのこの黒マスクとなんか関係があるのかなと思ったんですよね。だからなんで黒いマスクかって、焼けてるから説ないですか。点と点が繋がってきたね。次、9つ目、ジョーズ。はい、まあこの泳ぐの上手でおなじみジョーズなんですけど、これも噂というよりは豆知識なんですけど、これも人気アトラクションで映画の中を忠実に再現してるって言われてるんですけど、実はとある部分だけはあえて再現していないそうなんですよ。それがこのジョーズ以外の建物の建設物の大きさ、これが実物よりも 70% ほどの大きさになっておりまして、その理由がこのジョーズを大きく見せるため目の錯覚を利用してるからなんですね。これはね何も怖くないんです。だからちょっと全然関係ない余談なんですけど、すごい僕好きな話があって、それがね確かフットボールアワーの後藤さんが番組のロケかなんかで中村玉緒さんとスパイダーマン乗った時に、あれコースターの目の前にドーンと降りてきて戦うシーンがあるんですけど、それを見た玉緒さんが争いはやめなはれって叫んだって話、あれめっちゃ好きですね。最後いきましょうか。10個目、やりすぎ日本人形事件。はい、出ました、後世に語り継ぎたい名事件なんですけど、内容がですね、2016年頃ユニバーサルスタジオジャパンがたたり生き人形の呪いっていうね、ちょっととんでもないアトラクション出したんですよ。この内容っていうのが日本人形に対する怖いイメージを利用してガチの神社に供養されている人形を借りてお化け屋敷っていうのを作ったんですね。まあ、これが日本人形協会から猛抗議を受けて、まあ、ネットでもすごい炎上しました。まあ、しかもこの神社側に権利があるのかは不明なんですけど、この供養に持ってきた方の許可なんかを取らずに貸し出して公開したんですね。でこの時ね、やりすぎだろうっていう意見がたくさん出たのに、ユニバは貴重なご意見あざーすって感じで、まあ、しかも実際にこの奉納された方が出てきて、まあ、その内容が結婚をして家を出た娘との思い出が詰まった人形を奉納したらたたり生き人形の呪いに置かれてたらしくて、これでまた炎上しましたね。ちなみにこの神社は淡島神社なんですけど、こっちの意見としては、まあ、人形は人に見てもらい遊んでもらうために生まれてきており、多くの方々に遊んでもらうことは人形たちにとってもいい供養になるのですっていうことを言っていて、この意見にも批判が結構出たんですね。ただこの神社自体、髪が伸びる日本人形とか血の涙を流す日本人形とかっつってテレビ番組の企画とかにもそのすごい協力してたりしてて、この日本人形協会から結構何回も抗議を受けてたりしたんですよね。まあその伝統的なものに恐怖のイメージをつけるなみたいな。ただこの反対意見では、人殺し人形のチャッキーでさえあんだけ人気になってんだからそっちで売ってけみたいな暴論もあったんですけど、まあこれがユニバの後世に語り継ぎたい生き人形の呪い事件でした。はい、というわけで以上でございます。いかがでしたでしょうか。ハロウィンでね人が多くなると思いますけど、まあ待ち時間なんかに友達に話してみてはいかがでしょうか。皆さんの知ってる雑学や豆知識、怖い話ありましたら教えてください。今日は以上です。ご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。全国の匿名さんこんばんは。深夜の放送部ことタックです。最近すごく蒸し暑いじゃないですか。湿度も高めで、そんな中ちょっとヒヤッとするようなゾッとする事件持ってきました。題して、実話だと知らなければよかった話。先日僕のチャンネルでジュソというね台湾の映画を紹介しまして、これも実は実話を元にしたホラー作品なんだよってことを言ったんですけど、その動画を見て作品をネットフリックスで見てくださった方が気持ち悪かったと、お前のせいだっていう意見が来てまして、そらごめん、言っとくの完全に忘れてたなと思って、あれ
気持ち悪いです。特にラストとか鳥肌手羽元甘辛あえぐらい鳥肌が立ちます。今日はそんな都市伝説のような話が実際の事件で起きた的なので紹介したいと思います。早速です。1つ目、エルマー・マッカーディ事件。はい、こちらヒュードロドロでおなじみお化け屋敷で起きた事件なんですけど、まずお化け屋敷といえばいろんな都市伝説ありますよね。あの日本でも有名なお化け屋敷戦慄迷宮、ここにも実は本物の幽霊が出るんじゃないかと、出口付近で足を掴まれたなんて話がありますね。さらにそういったお化けの仕掛けはどれだけ大きな規模でも99体以内に収めないといけないなんてのがありますね。そしてこの事件が起きたのがアメリカのカリフォルニア州のロングビーチにあった遊園地ザ・パイクという場所。この場所1902年にオープンして、当時はディズニーランドとかがなくてものすごい大人気だったんですけど、競合がたくさん出て終戦して約70年続いた歴史に幕を閉じました。しかし戦前の歴史とかもすごいあるので、その後映画の撮影とかで使用されるようになったんですけど、有名なものでいくと600万ドルの男っていうドラマの撮影で使用されたんですけど、これちょっとアメリカの古いドラマなんで知らない方多いと思います。特に第4シリーズ、まあ見たことないけど面白そうなんでおすすめです。でこの撮影時にこの場所を使用するシーンがあったんですけど、このザ・パイクのお化け屋敷にマネキンが吊るされてたんで、ちょっとそれが撮影の邪魔になるなっつってスタッフがどかそうとしたらちょっと劣化してたんでしょうね。落下しちゃったんですよ。ほいでその衝撃で腕がポキッと折れちゃいました。すると中身があったんですよ。でも最初スタッフもなんかこれやけにリアルだなっていう程度だったんですけど、よく見るとなんか気持ち悪いぞとなって、一応心配だからっていう理由で警察に調べてもらいましたところ、なんと60年以上前の遺体でした。めちゃくちゃ怖いですよね。でなんでこんなところにペンキ塗られて吊るされていたのか、この背景がものすごいゾッとするんですけど、まずこの遺体の身元が判明したんですけど、それがこの遊園地ができた9年後に銀行強盗を起こして捕まったエルマーという男だったんですね。で亡くなったんですけど、葬儀屋の手に渡った際に引き取り手が現れなかったんですね。でこれ普通どうするかっつったら、まあそのまま埋葬されるんですけど、でもこのエルマーの遺体は商売道具になったんですね。銀行強盗した男の姿っつって防腐処理された後に見せ物として飾られて約5000トで展示されたんですよ。しかもその5000トっていうのがエルマーの口の中に突っ込むっていうやり方だったんですよ。これで葬儀屋が大儲けしたんですね。で当時はこの見せ物小屋つって犯罪者とか罪人を見せるっていうのがそこまで不思議ではなかったんですよ。日本でも晒し首とか大昔にあったじゃないですか。そんな感じなんですよ。でその後飽きられてくると別のところが引き取って老人形にしたりとか、ガラスのショーケースの中に飾ったりとか、で最後の最後に行き着いたのがなんとこのお化け屋敷だったんですね。体にピンキを塗られて本物の死体があるお化け屋敷として展示されていたということなんですね。なんかちょっとかわいそうではありますよね。残酷というか、まあお化け屋敷で遺体がっていうちょっと想像しちゃうようなことなんですけど、実際に起きたことがあったという話ですね。ただお化け屋敷って利用者が怖いというよりも実際のところお化け役の人の方が怖いんじゃないかという話があって、それが現実的な問題なんですけど、やべえ客ですね。この日本でも7年前くらいに大学生が酔っ払って生きってお化け役の人をぶん殴ったという事件がありましたね。さらに台湾では女性が傘でぶん殴ってきたりとか、アメリカで2009年に非番の警察官が自分の娘とお化け屋敷に行って恐怖でわーってなった娘を守るためにお化けに対して動くなって拳銃を突きつけたという事件がありました。いやお前何しに来たんだ話ですよ。興奮しすぎなんですね。これ全員暗夜で一人隠れもやってほしいですね。家燃やすんちゃうかこれ。だから今日本にあるお化け屋敷あんま怖くないっていう人もいると思うんですけど、実際めちゃくちゃ怖すぎるやつも作れないっていうのがネックになってるみたいです。なんだかなーという感じですね。話戻しまして次です。2つ目、クロプシ。これもアメリカに伝わる都市伝説みたいな話なんですけど、ニューヨーク市に属するスタテンアイランドっていう島があるんですけど、そこのなんか言い伝えとして子供とかがわがままを言った時に言うこと聞かないとクロプシーが来るよっていうような言い方をするんですけど、これがね、まあ見た目がフレディみたいな鍵爪だったりとか手にハサミを持ってるとかザ・アメリカンホラーみたいな話なんですけど、この設定としては精神病院から逃げ出してきた患者でして、子供を見つけるとさらっていくっていうものがあるんですけど、実はこの誕生の裏には実在した男がいたんじゃないかっていう話でして、その舞台がウィローブルック州立学校という場所でして、この場所ですね、別名ウィローブルック精神病院とも呼ばれていました。ここ、とある人体実験が行われた場所でして、肝炎の研究がなされていたんですけど、結果的に800人以上が亡くなった悲惨な事件の舞台なんですよ。過去に僕のチャンネルで偉大な功績を残したけど非人道的実験だったとされている研究者とかを紹介したんですけど、その一つの事件です。で結果ですね、この場所1987年に閉鎖されたんですけど、この事件の裏でフランク・ルーシャンという男が逮捕されたんですね。その容疑は児童誘拐です。この学校の職員として働いていたんですけど、在籍中にまず誘拐事件を起こして懲役16ヶ月、その後ですね11人の子供を乗せて空港まで行こうとして逮捕されたんですよ。ここだけ見ると当時これだけひどい実験を行われていたんで助けようとした可能性とかもあるじゃないですか。しかしその後の1987年、閉鎖と同じ時期に12歳の障害を抱えた女の子が行方不明になったんですね。すると目撃証言から一緒に歩いていたっていうものがあってフランクが逮捕されます。でこの少女は殺害されてこの学校の敷地に埋められていたんですね。さらに7歳の女の子の行方不明事件にも関与してるとされていて、現在も服役中だということなんですね。
ただ証拠のない誘拐事件が他にも多発していたんで、実は学校が関係してるんじゃないかっていう見方もあって、実際この男が全て行ったとされているけど、ただ責任をなすりつけただけで他にもいたんじゃないかっていうのがささやかれてるんですね。なのであながち海外の都市伝説誕生の裏には実話が多いよということです。逆にですね、都市伝説から事件になるということもあるんですよ。海外の有名な都市伝説、怪人でおなじみスレンダーマンってあるじゃないですか。七尾さんじゃないですよ。めちゃくちゃ身長の高いスーツの男ですよね。これ2014年にスレンダーマン殺傷事件というのが起きました。これスレンダーマンが刺されたんじゃなくて、アメリカ合衆国ウィスコンシン州ウォキ州で12歳の少女2人が架空のキャラクターであるスレンダーマンから影響を受けて、友人を森の中におびき寄せて包丁で19回刺したという事件があったんですよ。衝撃ですよね。これ日本でも世界仰天ニュースとかで取り上げられました。でこの動機っていうのが、スレンダーマンがまず大好きだったんですよ。いやスパイダーマンと勘違いしとったんじゃないかなと思うんですけど、でどうにかこのスレンダーマンに私たち認められたいっつって、そこで目をつけたのがスレンダーマンの手下なんですよ。なのでまず手下から接触しようと、手下に認められればスレンダーマンが迎えに来てくれるんじゃないかって本気で思い込んで、この犯行を決意したんですね。まあ熱狂的なのかどうなのか、結果ですね、精神病院にて37歳まで入るということで終結しております。まあこれ今過激な陰謀論者増えてる気が僕はしてるんですけど、やっぱりねちょっと発信する方も間に合う受けないようにしないといけないよねっていうところもあるのかなと思います。最後です、3つ目、バニーマン。はい、こちら新しいおむつみたいな名前ですけど、皆さんスーパーバニーマンってゲーム知ってますか？ゲーム実況者の方なら誰でもやってるゲームなんですけど、まあウサギのコスプレした男を操作するってやつなんですけど、実はあれもアメリカの都市伝説が発祥になってるんですよ。まず言い伝えで、アメリカバージニア州の周辺で夜中にノーフォークサザン鉄道のフォアフォックスステーションブリッジっていう橋があるんですけど、この橋に近づくとどこからともなくウサギ男が現れ、持っている斧で子供が襲われるっていう伝説があって、この橋が通称バニーマンブリッジとも呼ばれるようになってるんですよ。ものすごいここだけ聞くと都市伝説なんですけど、この話の本質っていうのが、ハロウィンの日に仮装して男は怪しまれないように近づいてくるっていうもので、それが1904年刑務所から受刑者が脱走するという事件が起きたんですよ。それが閉鎖されてる刑務所から新しい刑務所へと移動してる最中でして、数人の受刑者が一斉に脱走したんですよ。するとこのバニーブリッジにてウサギの惨殺死体が見つかったんですね。さらにその近辺で脱走した受刑者の一人が斧を持った状態で亡くなっていたんですよ。で警察はこれを他の受刑者と殺し合いでもしたんじゃないかというふうに捜索されたんですけど、犯人発見には至らず、ここからウサギを惨殺して他の受刑者も殺害して脱走してるヤバいやつがいるっつって、この話が生まれたんじゃないかと推測されています。まあ一時はこの話沈静化したんですけど、この話ではウサギの死体がよく見つかるということで再び話題になって、バニーマンという映画まで作られたんですね。本当のウサギ男の真犯人はまだ近くにいるかもしれないという話でした。はい、と今日はですね、都市伝説のような元ネタがあるかもしれないというお話をしました。で、ちょっと気づいたんですけど、この日本って、ホニャララ女っていう都市伝説の方が多くないですか？口先女、テケテケも女性じゃないですか？トイレの花子さんとかも女の子じゃないですか？逆にアメリカって、ホニャララマン、つまり男性メインの都市伝説が多い気がするんですよ。この理由なんですけど、わかりません。わかる人がいたら教えてください。はい、と今日は以上です。実際似たような事件の結びつけるっていうことも多いので、実在したって言い切るのは難しいんですけど、スレンダーマンみたいに、都市伝説から事件になるの方がね増えてしまうんじゃないかなと僕は心配しております、ね、なのでまあその責任は関明夫大先生に全て取っていただこう。バカか。全国の匿名さんこんばんは、深夜の放送部ことタックです、よろしくお願いします。さあ今日なんですけども、久々の事件系&ミステリーの動画になっております。今回お話しするのは、戦前の日本を震撼させた伝説の漂流船両 A 丸というもの、その公開の全貌とそこから紐解ける不可解なミステリーについて紹介していきたいと思います。結構ガチミステリーなんで最後まで見てください。では早速です。両 A 丸遭難事故、時は大正時代、1926年12月5日、神奈川県小三崎漁港から一隻の漁船が出港しました。その船の名前というのが両 A 丸。こちら小型の漁船ではあったんですけど、当時としては最新のエンジンを搭載しているという船でした。とはいえですね、今と比べたら動力っていうのはかなり弱いですし、何よりも無線というのが設備されていなかったんですね。船には当時船長の三木時蔵、機関長の細井伝次郎をはじめ合計12人が乗っていました。出港してから沖から100キロ以内の海域でマグロを釣っていたんですが、その後突然姿をくらましたんですね。そこからおよそ11ヶ月後の1927年10月31日、アメリカシアトル沖を航海中の
貨物船マーガレット・ダラー号という船が海を漂流する不気味な一隻の船を見つけます。その船というのが変わり果てた姿の両栄丸でした。両栄丸は日本から太平洋を越えてなんとアメリカまで到達していたんですね。しかしそこに乗っていたのは9体のミイラ化した遺体のみ。遭難後死亡したと思われたんですが、12人だったはずなのに9人の遺体しかなかったんですね。そしてとあるものが発見されます。それがこの両栄丸が出航してからの出来事を記していた航海日誌というものです。ここからですね、航海日誌の内容を交えながらこの両栄丸の11ヶ月にも及ぶ航海の全貌をお話ししたいと思います。12月5日、両栄丸は三崎漁港を出港。マグロに従事し、12月7日には悪天候に襲われたため港に戻ることを決断。12月12日、エンジンを動かすためのクランクシャフトが折れてしまい、遠い海の上で自由を失う。その後吹き荒れる西風によりどんどん東へと流されていきます。12月15日、沖から1600キロの位置まで流れ着き、もちろんエンジンは止まったまま。そして船長はこう提案します。船に積んでいた食料や釣った魚などで4ヶ月くらいは食いつなげる。このままアメリカで漂流しよう。しかしこの決断というのがあまりにも無謀な決断でした。以下日誌の内容です。1月27日、外国船を発見。応答なし。雨が降ると桶に雨水をため、これを飲料水とした。2月8日、沖の大海へ出るも、波も風も何もない。もう外国と日本の中ほどまで流されたのではないかと不安が募る。2月17日、いよいよ食料少なし。3月5日、本日朝食にて食料なし。日誌の記録では、4ヶ月持つとされていた食料は2ヶ月ほどで尽きてしまっていたんですね。そしてここからですね、船員たちは、なんとか自分たちが生きた証だけでも残そうということで木の板に石をかけ始めるんですね。しかしここから事態は最悪の方向へと向かい始めます。3月6日魚1匹も取れず、恐ろしい飢えと死神が徐々にやってきた。3月7日最初の犠牲者が出た。機関長細井伝次郎は一目見たい、日本の土を一足踏みたいとうめきながら死んでいった。3月15日、それまで航海日誌をつけていた伊沢が病死。全員顔は青白く、山嵐のごとくヒゲが伸び、フラフラと亡霊そっくりの歩き様は悲し。3月27日、寺田と横田の二人は突然上言を発し、おい富士山だ、アメリカに着きやがった、ああ虹が見える、などと狂気を発し、左舷の板にガリガリと歯を食い込ませて悶死する。いよいよ地獄の底も近い。3月29日、メバチ一匹を桑田が釣り上げ樽を見て、三谷は突然として逆上、斧を振り上げるや桑田の頭をめった打ちにする。その恐ろしき光景にも皆立ち上がる記憶もなし、しばし呆然。残る者は解決病となりて、歯という歯から血液した樽は皆妖怪変化の凄まじき様相となる。ああ仏様よ。4月8日、三木船長は甲板の上を低く飛びかすめる大鳥を、蛇のごとき速さで手づかみに捕らえる。全員人食いの蟻のごとく群がり、羽をむしり取り、生きたままの鳥をむさぼる。4月14日、船室にて不意に凶暴と化して発狂し、死骸を切り刻む姿は地獄か。人肉食べる気力あれば、まだ救いあり。4月19日、2名、料理室にて人肉を争う。夜、2名とも血だるまにて転げ回り死亡。なんと14日を境に食人と思われる内容が書かれていたんですね。5月6日、乗組員12名のうち残るは船長と私のみ。2人とも重い脚気病で小便大便にも動けず、そのまま流すは仕方なし。5月11日曇り、山影も見えず陸地も見えず船影はなし。血肉の刺繍のみがあり、白骨のぞきてこの世の終わりとするや。こちらが航海の日誌に記されていた最後の言葉。ここからおよそ5ヶ月間かけて、さらに両栄丸は風に流され、皮肉にも目的のアメリカへと流れ着いたんですね。はい、とここまでですね、まあ日誌と掛け合わせて約11ヶ月にも及ぶ遭難の一部始終というのをお話ししたんですけど、飢餓、病気、発狂、そして共食い、極限の状況に置かれた人間がどんな末路をたどるのか、その心理というのが読み解けて、いろいろと考えさせられる内容ですよね。ただこの航海日誌が本物だったらの話ですけどね。そうなんですよ、今お話しした内容、このように語られている人肉事件があったとされている航海日誌なんですけど、これ実はデマの航海日誌なんですよ。はい、落ち着いてください。お前埋めてやろうかという皆さんの心の声が聞こえましたけど、まあ本当この事件調べると、食人があったとか殺人があったとか、まあものすごい色々と書かれてるんですけど、実はその根拠とされているこの日誌というのは内容のほとんどがデマなんですよ。実際日誌は存在してるんですけど、本物の日誌には船の進行方向とか天気のこと、あとは船員が亡くなったことを細かく記した事実ぐらい
いしか書かれていないんですよ。ただちょっと後半の話も聞いてください。じゃあなんでこんなデマが広がったのかというと、まずこの両 A 丸が見つかったアメリカの新聞で、まず最初に報道された時に共食いがあったんじゃないかみたいな憶測が書かれていたのが発端だと考えられてるんですね。あとは1944年光ゴケ事件っていう本当に食人があったっていう事件があって、この事件と混合してしまった人が多いからというふうに言われています。ただですね、実はこれで終わりじゃないんですよ。というかかなり不可解な点があるんですね。それが漂流した際のアメリカの目撃談です。この日誌にもデマと本物の部分っていうのがいろいろ混じってたんですけど、外国船は発見応答なし、これは本当に書かれていた部分だと言われてるんですね。ただこの内容と矛盾した目撃談があるんですよ。それがアメリカの貨物船ウエストアイソンの船長リチャード・ヒーリーの証言。彼はですね、1926年の12月23日にシアトルから約1000キロほど行った太平洋上でさまよっているこの両 A 丸を発見するんですね。で、救助信号を送って近づいていったんですけど、この両 A 丸の船員はぼーっとこっちを見ているだけで、誰一人も答えることがなかった。だからバカらしくなって引き上げたっていう証言を残してるんですよ。この時の日付とおおよその位置っていうのは合ってるんですよね。ただ奇妙なとこに残された航海日誌にはこの内容っていうのが一切書かれていなかったんですよ。他にもあります、船内に残っていたもの、もう一つね、この両 A 丸発見時、船内から現金や書類などが一切見つからなかったんですね。仮に海賊に襲われたりしても書類を一式奪う理由っていうのはないんですよ。他に考えられることとしては船員たちが捨てたとか燃やしたとかなんですけど、それにしても現金を捨てる理由っていうのが分かってないんですね。なのでこれが最初から日本に戻る気はなかったんじゃないかっていう感じがしてるって言われてるんですよ。そして最後残りの3人、はい、ところ冒頭に言ったんですけど、この両 A 丸に乗っていたのは12人だったんですよ。ただ発見時ですね、船内にあった遺体の数っていうのが9体だったんですよ。ここに関してはデマの公開日誌には推奨したっていう風に書かれてるんですけど、実際の日誌にはこのようなこと書かれてないんですよ。でもそれだと逆に不可解なんですよね。この実際の公開日誌には毎日ものすごいこまめに公開の様子とか、船員たちが魚を釣り上げたエピソードとか、病気で亡くなったことについてはかなり詳細に書かれてるんですね。ただなぜかこの残りの3人の行方については一切書かれていないんですよ。推奨したにしろここまで書いてあるのにそれを残してないっていうのはちょっと違和感がありますよね。もしかしたらこの事件、誰にも言えないことが船内では起きていたのかもしれません。今となっては真相は闇の中だということです。はい、とここまで両 A 丸遭難の顛末とデマの公開日誌、そしてミステリーについてお話ししました。特になんかアメリカの貨物船の目撃談というのがものすごく気持ち悪いですよね。ただですね、このデマの公開日誌がものすごい広がったことによって、船員が発狂して殺人を犯したとか食人をしたとか、まあたかも本当のことのように書かれてるのってなんか嫌ですよね。で、実際に遺書っていうのも見つかってて、船長のミキさんとかは妻と自分の子供2人に宛てた遺書があって、苦労をかけてしまい誠に申し訳ありません、私もせめて12、3年は生きたかった、将来長男が大きくなっても漁師だけにはさせないように2人の子供を頼みますと書き残してるんですね。この両 A 丸についていろんな噂があるんですけど、ただ唯一本当なのは船員全員が恐怖と絶望の中で死ぬその瞬間まで家族と仲間のことを思いながらゆっくりと亡くなっていったのではないかと個人的には思います。はい、と船に関する事件紹介しましたが、皆さんどう思いましたでしょうか。ぜひね、この動画の感想と一緒にコメント欄までお願いします。ということで本日は以上です。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。おやすみなさい。